えー、なぜ日本はパチンコを公共ガンブル化しないと思いますか変な防国に資金が流れる問題も生活保護費を使っちゃう問題も解決するんですが、えー、実質余分な生活保護費を返還しているようなもんだし。えっと、競馬とかだと農林水産省の所管だったりとか、で、宝くじだと財務省の所管だったりとか、割とそのギャンブルって、あの、その所管の省庁があるんですけど、で、パチンコの場合って警察庁の利権なんですよ。 いや、あの、なんか、あの、パチンコ代を審査する、なんか、保全なんとか協会みたいなところは、その、警察庁の天くだりに人がいっぱい行ったりとか、っていう感じで、実はその、公営ギャンブル化してないんですけど、公営ギャンブル化してない割には、警察の利権になってるので、なので、その、他の省庁が、そこで公営ギャンブルにしようぜって言った途端、多分、パチンコだと構造上経済産業省とかの管轄になっちゃうと思うんですよ。 その、で、警察としては、その、せっかくボロボケして儲かるパチンコを、経済産業省には渡したくないと。なので、公営ギャンブルにするっていうのを言っちゃうと、警察としては利権がなくなってしまうので、言いたくないと。なので、今まで通りグレーな形で、で、そのパチンコやりたいって言った時の、その許認可権というのは警察が保持していて、で、そこのなんか検査をする、あの、協会とかっていうのは、その警察の OB がまくで言って、なんか全開1000万円もらえますみたいなで、構造になってるので、あ、宝くじ総務省なんだ。はいはいはい。 っていう感じで、あの、ま、実質公共ギャンブルというか、まあ、あの、警察庁が押さえてる公共ギャンブルのようなものになってるんですけど、法律上ある程度その公共ギャンブルとしてのその公正さとか、そのなんかあの、平等さっていうのを追求してないので、なので、その未成年がギャンブルしたり、そのパチンコやったりとか、あの、なんかその、あの、生活保護の人がパチンコやったりっていうのが出ちゃうと。なので、何が悪いって警察庁が悪いだと僕は思ってます。